1番、P で発射されてから斜めシーター方向に発射されてから壁に着くまでの時間はいくらか。2番、ボールが P で発射されてから9点ぶつかってここに落ちるわけね。9点に落ちるまでの時間はいくらかの2問です。何の問題？この問題にタイトルをつけるとしたら何の問題？射法投射やね。射法投射やね。射法投射、解き方わかりますか？決まってるね。もう一個問題入ってね。壁にぶつかるの。面との斜め衝突。解き方決まってるね。もうこれカードで覚えてね。射法投射は X 方向の運動と Y 方向の運動を別々に解くわけ。X 方向の運動っていうのは床に上鏡ね、ここに鏡を置くわけです、ね、ここの鏡に映っている運動だけを解くわけ。 Y 方向っていうのは壁に鏡を貼るわけです。鏡の中に上行ったり下行ったりするわね。その運動だけを解くわけ。斜めに飛んでってることを考えない。横に置いている鏡の中だけを見るわけ。 X 方向、そうすると横方向に力を受けてないから等速直線運動として解けるわけ。この式を使うだけ。 Y 方向はどうですか？ここからこう行ってこう落ちる間、こう行って押してくるわけ。鉛直投げ上げ運動です。だから V イコール V0 サインシーター、これ速度ねマイナス GTね、Y イコール、もう書けへんぞ、 V0 サインシーター T マイナス2分の1 G T 事乗ね、だから V 事乗マイナス V0 サインシーター事乗は2マイナス 2GY。 この3式鉛直投げ上げ運動の式で解きます。これを書けへんぞ、書けへんぞ、投げ上げの式で解くだけね。横の鏡、横向きの鏡は等速直線運動、鉛直方向は鉛直投げ上げ運動で解く。で次、面との斜め衝突は衝突問題が3種類ありました。言える？1個目、一直線上の衝突ね、襖のレールでビー玉転がし。で次、斜め衝突ね、ビリヤード、赤玉と白玉、斜め衝突、真正面にぶつけるんじゃなくて角にぶつける感じで、ね、いろんな方向に飛んでいくボーリングのボールとピンが正面衝突をしない、斜めにかする、こっち飛んでこっち飛ぶ、ボールこっち飛ぶ、ピンこっち飛ぶってやつね。オッケー。平面上の衝突ね。3つ目がこれです。3つ目、いいかな。3つ目は解き方は全部解き方決まってるんだけども、面と平行、面平行方向は、面平行方向は速度は変わりません。衝突前と衝突後で速度は変わりませんね。面と直角方向は、いいかな、速度がE倍になって跳ね返ります。E 倍、跳ね返り係数倍になって跳ね返ります。V ダッシュはマイナス E 倍の V です。反対向きやからマイナスね。面に近づいてくる V と反対向き遠ざかっていくからマイナスね。跳ね返り係数 0.5 やったら速度半分になって Y 方向、Y 方向っていうか面と直角方向は半分になって跳ね返っていくわけ。もうすごい簡単な、この3つ目の衝突はね、が入った問題です。ここがわからない人はちゃんとカードを覚えたら済む話やから、全然ビビらんでいいの。覚えてへんあなたが悪い、ね、だけの話ですよ。考えて考えて解かれへん、どうしようっていうレベルじゃありません。覚えてへんだけの話。
できる人はちゃんと覚えてるだけの話だから、そこは全然差がないから、今のところね、覚えたしまえからな。ここは落ち込むなよ、知らんかってもね。でも、もう覚えないかんぞ、もう覚えないかんぞね。はい、もうこれ消します。じゃあ1番解きますよ。こっちへ行くだけ、車砲投射の X 軸方向を解くだけです。出てくるものが出てくる。ゼロは、ゼロじゃないわ。そういうところ。この運動は横方向はこういう風に移っていくわけ。はい、0.01 秒後、0.02 秒後、0.03 秒後、0.04 秒後、0.05 秒後に着きました。何秒ですかっていう問題だけども、これは速さは常に V0 コサインシータ、ずっと V0 コサインシータの等速運動です。横方向の鏡に映っているのは速さ V0 コサインシータの等速直線運動です。壁までの距離が L ですから、この距離が L ですから、ね、時間はすぐ求まるよね。時間は距離イコール速さかける時間の時間を求めるわけ。距離が L なわけ、 V が V0 コサインシータ。これ言われてるかな。ついてこない。決済忘れちゃった。つけかな。2番目いっちゃうぞ。2番も。次はここまで飛んでいってここに落ちるまでこの時間はいくら。もうちょい静か。そこ思いっきり声入ってるから。思いっきり声入ってるから静かにしてね。YouTube まあ見て思いっきり声入ってるぞ。車砲投射して跳ね返ってここに落ちました。この時間はいくらか。これすぐ分かるから、すぐ分かるから、どうやパッと暗算で分かる。要はここがどうなってるかを頭の中で理解したらすぐ分かる問題。ここの跳ね返るところね、どうなってるかをちょっと大きく書いてみましょうか。ここね、ここを拡大してみると、壁がありますよ。ボールがやってきましたね。ここでぶつかりました、跳ね返りました。これとこれの関係、これとこれの関係、どういう関係？うん？ぶつかる前の落ちてくるんだけども、水平方向の速さは V0 コサインシータのまんまです。水平方向は等速ですからね。で、こっちは何かあるんですよ。こっちは何か VY があるんですよ。 OK かな。で、跳ね返り係数は書いていないね、この問題ね。跳ね返り係数書いてないね。だからちょっとこれはわからない。 V0 コサインシータのマイナス EY になってるはずですが、 E 与えてないからわからない。これよりはちっちゃくなってますね。壁に垂直な方向、テレビで言うと、画面で言うと左右方向の V は E 倍、 0.5 倍 0.6 倍にちっちゃくなってますが、言いたいのはこれ VY は不変です。面がツルツルの場合は、面に平行な方向のこの速さっていうのは衝突直前と直後で変わらない、変わらない。これがポイント、これがポイント。 VY のまま直前直後は VY は、例えば 3m 毎秒の下向きの速さを持つ状態でぶつかったら、跳ね返った直後も 3m 毎秒の下向きの速さを持った状態で跳ね返ってるわね。じゃあ行くぞ、じゃあ行くぞ。この衝突の前後分かったね。ならここで衝突しました、跳ね返りました。この一連の動きをここに鏡を置いてあるとしたらどんな風に映る。ここからよーいドン、パッ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 といきます。これどう映ってるか。それでよーいドン、パッパッパッ、上行ってた、パッ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 、こういってるだけ、こういってこういってるわけ。この衝突の前後で、例えば銃の速さがガクッと8になったら、
この縦の鏡の中でニューッとなんかここで収まってからぶつかったっていう瞬間が映るわけやけども、これ斜方投射をして壁に当たって跳ね返るここの衝突直前直後のでこの赤衝突直前青直後は滑らかにつながってるわけ。この速さは全然ガクンと変化しないわけよ。だから鏡に映ってるのはニューニューあれどこでぶつかったんかなっていう感じ。だから投げ上げ運動です。単なる投げ上げ運動が連続して映っています。ここから斜方投射してぶつかって斜方投射して押していくんだけども、投げ上げ運動が連続して映っています。 OK？ ね、だから、まあ、2番の式で解けるかな。 X を0に代入したら Y を0に代入したらこれで終わりです。 Y イコール V0 サインシータ T マイナス2分の 1GT 次乗、これに元に戻るまでの時間を求めたらよろしいという問題です。